朝霞工業株式会社。皆様におなじみになったのは金蔵印のショベル、スコップ。その歴史は古く、寛文元年1661年、四代将軍徳川家綱の治世に創業。代々堺名産内刃物問屋を営み、宝長久の名で世に知られていました。明治20年前後、西洋文明の進出に伴い、我が国において今後土木、鉱山、鉄道計画が盛んになることを見込んで、事業の大転換を決意。それまでのショベル、スコップや工具類は全て輸入品でしたが、明治26年、日本で初めてショベル、スコップの国産化に成功。以来現在に至るまで金蔵印のブランドで業界のトップを歩んでいます。今は人の生活をテーマに、ショベル、スコップ以外にも生活関連用品を提案、提供しております。手にしっくりとなじみ、職人が優秀と認めたショベル、使いやすさを追求したスコップは、従来のスチール製をはじめ、ステンレスや軽量なアルミ素材など目的に適した商品を選ぶことができます。土工農具の数々、朝霞工業独自の技術のもと、常に使いやすさ、強度、耐久性を追求しています。硬く強く、刃物の技術を園芸用品や清掃用品に生かし、業務用から家庭用までお客様のご希望に添える商品をラインナップ。あらゆる路面にスムーズに、静かに。金蔵印の台車はクッション性に優れたラバー車輪の採用で、キャスター部からの金属音をカット。他にもキャリーボーイ、一輪車、運搬台車など快適な作業をお約束します。日本の冬に必要な除雪用品、地震、台風などいざという時に困らないための防災用品、快適な暮らしに欠かせない収納棚。朝霞工業ではこういった生活関連用品の他に、物流機器を取り扱う部門があります。倉庫の省スペース化、荷物搬出入の効率化に対応する物流機器、商品の陳列、保管、管理に欠かせない店舗重機、長い歴史に培われた技術と経験を生かして、昭和40年頃から物流関連機器の開発を進めております。